どうもこんにちは、新代理メンバーの高橋鈴香です。本日も模擬面接の企画ということで、面接官南さんに来ていただきました。南さん、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは、みんなありがとうね。ちょっと就活生の方の顔が死んでるんですけど、はい、最近本を出しましたので、世界一面白くてお金になる経済講座、ぜひ買ってください。概要欄に貼ってるので見てください。はい、ということで早速学生の方、自己紹介お願いします。現在名古屋大学4年の鳥隆と申します。情報学部自然情報学科複雑システム系専攻というような分野に所属しております。自分は編入学でその名古屋大学の方に入って、以前は明治大学の政治経済学部経済学科というところに所属しておりました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は福田不動産という、わー、日本トップレベル超人気総合デベロッパーの福田不動産。はい、そうです。まあ落ち着いてますね、すごい落ち着いてますね、すごい。なので緊張してますから。あ、緊張してますか。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。はい、20分間面接よろしくお願いします。お願いします。では本日は福田不動産の面接に来ていただきありがとうございます。では早速なんですけど、1分間程度で自己紹介をお願いします。はい、現在自分は名古屋大学情報学部自然情報学科複雑システム系4年の鳥隆と申します。大学1年3年ですね、以前は明治大学の政治経済学部経済学科というところにおりまして、そこから編入試験を経て名古屋大学に入学しました。以前はまあ、長期インターンであったりとか、まあ、留学であったりとか、南部であったりとか、いろいろな方面で、まあ、その真面目なものから不真面目なものまで取り組んできたということで、本日はどうぞよろしくお願いします。なるほど、面白いですね。じゃあ真面目な点と不真面目な点、両方教えてください。はい、真面目な点で言いますと、長期インターンというところでお話しさせていただければと思います。自分がやっていた長期インターン、法人営業の長期インターンをやっていたんですけど、大体3ヶ月ぐらいの期間ですね。人材系の企業のデータベースを販売するというようなところで、営業リストが簡単に作れますよっていうようなソリューションでした。で、エンジニア的な立場で入ったんですか、それは。完全にインサイドセールスで営業の立場で。あ、営業で。文系から理系にエンジニア系にこう移ってるので、エンジニア系に興味あると思いつきや、そこでは営業なんですね。あ、そうですね。それがちょっと不思議だなというふうに思いました。というのは、その元でエンジニアとかがやりたかった分野ではあったんですけど、はい、まあ、それとは別でビジネス系の知見がものすごく浅いなっていうふうに思ったんですね。なので、まあ、営業っていう、まあ、経験を通じて、そのビジネス系の知見、例えばマーケティングとか経営とか、そういった新しい別の視点っていうところも手に入れたいなっていうのが理由でした。で、もう一つの理由としては、その 2B のインサイドセールスっていう営業っていう職を選んだ理由なんですけど、それが歩合給だったんですよ。はいはいはい。その当時付き合っていた男性がいたんですけど、私は中国に住んでたんですね。渡航に必要なお金が必要だったんで、インターンもやりつつ、なんか稼げる仕事じゃないとダメだなと思って、こういった仕事を選んだというような感じですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあ不真面目な方は何ですか。不真面目な方で言うとナンパがありますか。ナンパもそうですね、不真面目なんですけど、生真面目には取り組んで。いや、でもいいことなんじゃないですか。まあいいことだと思います。はい、自分は結構その以前モテないっていう悩みが、なるほど、かなり深く、なるほど、なるほど。で、じゃあモテる人ってどういう人だろうっていうところから分解して、まず魅力的な人っていうところを定義したんですね。で、魅力って何かっていうと、外見、内面、社会的魅力といった、まあ、そういった形で定義して、伝わりやすい順の、まあ、外見、内面といったところがボトルネックだなっていうのが分かったので、まあ、そこの、まあ、メイクであったりとか、そういったのを勉強して、まあ、内面、女慣れっていうところはそのクラブに行って声をかけて、実地で PDC を回しながら、まあ、その声をかけるっていうのがそうやっていました。なるほど、なるほど、なるほど。あれ、ごめんなさい、留学はどこに行ってたんですか。留学は台湾に行っておりました。台湾、何ヶ月ぐらい行ってたんですか。1年ですね、交換留学でその大学のプログラムを使って行きました。学んだジャンルは。その時は経済学系でした。語学とかではなくて。そうですね、語学はあまりその力を入れてなくて、どちらかというと、まあ、英語の方が上達したっていう感じです。あ、台湾人とやり取りするときに英語だった。そうですね、英語、まあ、一応最低限の中国語はさ話せはするんですけど、まあ、もっぱら英語でしたね。ありがとうございます。今の話をざっくり聞いてると、結構そのグローバル系だなって思ったのと、エンジニアシステム寄りだなって思ったんですね。で、弊社って、まあ、正直、まあ、海外事業もありますけど、止め事業がメインなんですよ。で、さらに不動産なんで、全然両方とも関係ないなって思っちゃったんですけど、なんでそれでも志望してくださったんですかね。そうですね、まずそのエンジニア方面で関係なさそうっていうところは、その元々結構エンジニアで、まあ、コードを書いたりとかしていたんですけど、はい、それとは別でそのボランティアを自分はやっていたんですよね。その子供食堂とか行ったりして、まあ、子供と交流したり、まあ、ご飯を作ってあげたりしたんですけど、まずなんか
その老人ホームでやってたんで、まあ、老人と、まあ、若者と子供みたいな、そういった、まあ、世代間交流っていうような、まあ、ボランティアやっていたんですけど、まあ、そこでやっぱりその、まあ、ちゃんと実態として人の笑顔が見えるようなことがしたいなっていうのは思っていて、まあ、それで、まあ、エンジニア方面はちょっと違うなっていうふうに思いました。うん、違うなと思ったんですね。まあ、対面で価値を提供して喜ばれたいっていう、なんか実態としてものがあってほしいなっていう思いがあることに自分は気づいた。あ、そうなんですね。じゃあ今結構きつくないですか。え、まあ、きついわけではないですね。その今やってるのはプログラミング系とは言ったんですけど、結構データ分析っていったところもあって、まあ、そのデータ分析をして、まあ、実態の経済とか、まあ、実態である価値、まあ、バリューを高めることで、まあ、価値提供していくみたいな、そういった方面で役に立てるかなと思っているので、まあ、今思っているこの信念みたいなところとは親和性は外れているわけではないかなと思っています。なるほど、ありがとうございます。じゃあですね、まあ、いろんな経験されてると思うんですけど、過去現在未来の順番で振り返っていきたいと思うんですけど、まず過去の話で言うと、ガクチカで、自分が一番取り組んだ中で挫折失敗困難を経験して、それでも立ち上がって何か挑戦したっていうことがあれば、どんなジャンルでもいいので一つ教えてください。まあ、それで言うと、一番編入中したという方の話を先ほどさせていただいたんですけど、実は一応大学2年の時にも編入受けて全落ちしてるんですよ。なるほど。その時はその、まあ、結構、まあ、直前に詰め込んでしまった、その戦略的には考えたんですけど、まあ、留学とか並行してやっていたんで、それはあんまり言い訳にしたくないんですけど、留学との勉強が忙しくて、なかなかその編入試験の時間を取ることができなかったっていうところで、大学2年の時には全部落ちてしまいました。まあ、浪人してでも行く価値あるなっていうふうに判断したので、まあ、翌年受けたところ、まあ、その前年の積み重ねもあったので、まあ、どうにか受かることができたというようなところで、まあ、挫折をしたけれども、まあ、最終的には、まあ、ないこと。なるほど。弊社もですね、結構チームで行う仕事が多くてですね、やっぱりこう試験ってなると、やっぱり一人でっていう話がメインになっちゃうと思うので、まあ、もちろん一人で頑張れるっていうのは今の話分かったんですけど、なんかチームで取り組んで、チームで結果が出たみたいな話があれば、別に試験以外にも何かあれば教えてください。チームでやったこととしましては、その台湾に留学していた時のプロジェクトなんですけど、はい、まあ、後期の方にその大学院のカンパスを調子乗って取っちゃって。ほう。でそれがなんかフィンテックっていう授業だったんですけど、はい、グループワークでそのいろんな留学生と交流しながら、最終的に機械学習、まあ、AI とかを使ったよう なんかまあプロジェクトをやり遂げてくださいっていう、まあ、グループワークの課題が最終的に出たんですね。でそこでその自分はまだまだ英語力そんな高くなくて、プログラミングもその大学2年だったんで、データの知識とか機械学習の知識もなくて、結構ペーペーだったんですけど、そこで、まあ、仮想通貨の自動取引であるとか、そのクレジットカードの信用とかの判定とか、いろいろそのフィンテックのプロジェクトがあったんですけど、まあ、そこで仮想通貨の自動取引っていうのを選んだんですよね。はい。でそこでその自分は結構やりたかったこともあって、これどうみたいな感じでチームのメンバーを説得して、でメンバーの了承を得て、まあ、自分がその補給人だった、まあ、提案した側だったので、自分がマネジメントとして大学2年生だったんですけど、海外の情報学部の大学4年生とか、そういった人々を取りまとめて、で最終的にその自動取引のプログラムを完成させて、完成させた、させました。ほう。まあ、結局、まあ、なんか言い出しからで自分10万円突っ込んだんですけど、全額取れたんですけど、はい、プログラミング、これでやれば勝てんじゃないかっていうので突っ込んでみたってことですね。そうですね。はいはいはい。で、まあ、みんなの協力を仰ぎながらみたいな感じのことをやってましたね。なるほど。で最終的にはそのプロジェクトっていうと、じゃあプレゼンテーションの発表会があったんですけど、そこで教授に褒めていただいたり、まあ、レポート出して、まあ、いい評価が得られたというようなところではありました。なんかその時に仲間とコミュニケーション取りながら、なんか自分でこうなんだろうな、挫折困難失敗って感じたこと何かあったりしますか？そうですね、自分の役割っていうところがその機械学習とか結構疎かったので、その取引のシミュレーションとかそういったものを作るっていうような立場だったんですけど、そこの、まあ、コードを考える量とかかなり多くて、でその辺で本当になんか寝食を忘れてコードを書いたり、で本当に分からなかった時はその友達とかそのグループのメンバーですねに協力を仰いで、まあ、こういったタスクで今困っていて、ね、ここを、まあ、これだけやってくれないかというような形で頼んだり、まあ、その頼める人に頼んだりというような形でどうにか、まあ、その思い出すというところは解決するので、その留学の時のプロジェクトって何人でやったんですか？と5人ですね。5人。今の話のエンジニアに助けを求めたっていうのは5人の中に、5人のメンバーが留学部の大学4年生とか海外の、まあ、タイとかそういうところ中心の学生だったんでということです。その経験から今の自分の強みに生きてるなって思うこと何かあります？海外の留学で関わったその合同でやるようなプロジェクトっていうのはそれが一つだけだったので、言語とかそういった壁とかを乗り越えてコミュニケーションを取って成果を出すというようなところで、何らかの障壁があってもそれを乗り越えて連携ができるようなスキルっていうところで生きているなというふうに思います。
じゃあそのスキルが生きたシーンが留学以外で何かあったら教えてください。営業とかもそうなりますね。その長期インターンの、まあ、営業はその留学の後に始めたんですけど、はい、始めた時は本当に自分一人だけでマニュアルとかは何もない中でやったんですけど、途中から人が入ってきたりしたんですね。他のインターン生とか、自分はなんかある程度知っているわけなんですけども、その他のインターン生とか全然知らないっていうことが、まあ、その自然なんですね。なのでそこでその情報ボックスをいかにして埋めて、その他のインターン生も売り上げを上げられるようになるかっていうところで、知識の障壁を乗り越えて、まあ、一緒に、まあ、ロールプレイングとかしたりして、まあ、無事売り上げを作ることができるようになったっていうような感じですね。はい、じゃあ今強みの話を聞いたんですけど、逆に弱みのがあれば教えてください。そうですね、弱みというと一つ目が冗談が通じないっていう。冗談が通じないそうです。結構なんか生真面目なんですよね、自分は。はい、でなんか他の人からそのジョークとかそういったものを言われても、なんか本当にそうなんそうなんだよね、感じで、まっすぐにこう真面目すぎるってことですね。そうですね。二つ目の闇としては、思い立ったらすぐやるというところ、まあ、これ強みでもあるとは思うんですけど、弱みでもあって、優先度が結構その、まあ、衝動っていうところでバラバラになっちゃいがちっていうところは、まあ、挙げられます、ね。なるほど。次に今過去現在振り返ったんですけど、次は未来の話で、志望動機の部分に入ってくるんですけど、なぜ、まあ、デベロッパー業界を志望しているのか、その中でもさらになぜ弊社を志望してくださっているのかっていう理由を教えてください。総合デベロッパーを選んだ理由としては、総合デベロッパーっていうのはその、まあ、建物1個レベルではなくて街ごと作るっていうところが、はい、すごい魅力的だなと思っていて、というのはその人の方がなんか心地よいっていう環境っていうのは、建物1個だけではどうしてもその操作できる変数っていうところが限られてくるっていうふうに自分は思ったんですね。ただ総合デベロッパーは街ごと作るので、例えばその道路であるとか草木とかそういったところに至るまできちんと設計をして、で街ごと作るっていうところがすごいいいかなと思って、その総合デベロッパーは志望しました。なるほど。実体験でその街ごと作った事例で、自分がこれめっちゃいいなって思った事例があれば、別に日本でも海外でも何でもいいんですけど、あれば教えてください。そうですね、自分はその元々東京に住んでいたので、はい、東京駅をよく使うことがあったんですけど、はい、それで丸の内の、まあ、オアゾによく行くとか、はいはいはい、本屋行ったりとか、丸善ですね、はい、本がすごい好きなので、へー、まあ、そこでその東京駅 の, その進化っていうのを昔からずっと長いこと見ていて、でやっぱり時間とともにその街の景観とかが変わっていくわけですね。その辺はその本社の方で開発されているというふうに自分は認識しているんですけども、その進化の仕方っていうのがなんか自分はすごい心地いいなっていう感情ベースなんですけど、はい、なんか開けた空間であるとか、その街ごとその人と街を思うみたいな、ちょっと、まあ、そういったところですごい、なんていうか、その魅力というか、自分 の, その個人的な体験とリンクしているっていう理由で、その辺本社の方を志望させていただいたというところはあります。なるほど、なるほど。これちなみに他の不動産デベロッパーも受けるんですか？他のデベロッパーまだ未定ですね。今のところはその御社しか考えていない。あ、そうなんですか。へえ。実際社員とか会ってます？社員さんには未だに会えてないですね。他社 の, その他のデベロッパーの方にはお会いしてお話ししたことはあるんですけども、御社の社員さんとはなかなか会う機会がなくて、でなかなかアポも取れていないというような状況。じゃあぜひ社員と会っていただけたらと思います。はい。日本全国どこでもいいんですけど、今は魅力が築かれていないけど、ここって開発したらもっとたくさんのポテンシャルを秘めてるんじゃないかみたいな場所があったら、その理由と場所を教えてください。自分が住んでいるところなんですけど、はい、まあ、結構そのいろんなの、まあ、各社 の, その、まあ、結節点なんですよね、はい、今のところはまあ、高層マンションとかあんまり建っていなくて、まあ、そのどちらかというと閑静な住宅街みたいな感じの雰囲気を出しているんですけど、しかもまだまだ開発の余地があるかなと思っていて、その結節点っていう関係上結構いろんな人が集まりやすい駅だと思うんですね。なのでその商業施設もそうなんですけど、もっと休日にも遊びに来れるような施設っていうのがあまりその自分の街にはないので、平日だけじゃなくて休日とか、まあ、レジャーとかで楽しむことができるような施設とか、そういったものができるとすごいいいのかなと思います。あ、なるほど、了解です。じゃ最後に何か言いたいこと質問等ありますか？そうですね、ぜひ私の方に入らせていただきたい嬉しいです。はい、以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで鳥高さん、本日は面接ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？いや、初めてだったので本当に緊張しましたね。いや、初めての面接とは思えない。思えなかったですね。そうですか。はい、じゃあ早速南さんの方から丸バツの方お願いします。はい、でるでん、丸です。おお、1時で丸です。じゃあ2時だと、2時以降は正直三角です。うん、
三角、お三角です。じゃあその理由も含めお聞かせください。はい。まず簡単にざっくり言うと、やっぱ話して面白いですよ。面白い。面白い。すごい面白い。多分ね、300人に1人ぐらいの面白さだと思います。学生の方。おお。うん。だから一時はあれなんですけど、なんで錯覚かっていうと、志望動機の部分が本当かよっていうところ結構あって、うん、社員さんと会ってないっていうのは本当にそれ志望してるっていうふうに思っちゃった、うん、と、なんでそこまで弊社に惚れてくれているのかっていうのが不明、論理的じゃない、うん、で、論理的じゃないってことは採用した後に何か問題が起きる可能性があるので、そこのリスクあるなと思いました。なんで志望動機が完璧に言えたら2次以降もあれですし、志望動機が中途半端だと×ですね、2次以降。はい、それは結論です。最初から頭から順番に振り返っていきます。はい、お願いします。はい、まず全体なんですけど、話し方20丸です、うん、もうなんでそんな上手いのってぐらい、やっぱ場数を踏んでるなっていうのがすごく感じたので、うん、そこは特殊能力だなというふうに思った方が良いです、うん。なんでその話が上手い、上手い。ボランティアとかを通じていろんな人と話しているっていうのは大事だと思います。何のボランティアでしょう。ロータークトクラブっていう社会奉仕活動をする団体で、世界中に所属支部があるような団体なんですけど、その青年部に自分は所属していて、そういったところでその子ども食堂とか、その募金活動とか、そういった活動を通じていろんな人とお話しする機会がある。それグローバルな団体ってことですか。そうです、グローバル。へえ、はい。英語も喋れるんですか。英語は喋れます。ざっくりそのトイックで何点くらい。トイックが865点でトーフルが90点、うん、いやすごいですね、はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ順番にフィードバックをしていくと、いい面話し方ですと、悪い面はエピソードが多すぎるっていうのが悪い面で、どれを覚えたらいいのっていうので、あ、なるほど、絞ってほしいですね。せめて2個エピソードは、うん、1個メインの1個サブで、3つあるとねちょっと覚えられないんですよね、うん、留学なのかインターンなのかボランティアなのか絞ってほしいですね、うん、これがメインディッシュですっていう、うん、だから自分にとって自分の強みが一番発揮されたシーンがどれなのかっていうのは考えた方が良いで、取捨選択しないと覚えられないですこっちが、うん、はい、で今は20分ぐらいありましたけど、1面接だと10分間とかだった可能性があるので、うん、1個しかいないのエピソードは、うん、絞ってください、はい、絞るとちなみにどれになりますか。なかなか絞るというところは考えてきなかったんですけど、うん、長期インターン法人営業で絞るつもりでは想定ではありました。留学の方がなんか言えそうな気もしたけどな。ああ、そうですか。その法人営業を選んだ理由としては、その単純に、すぐ、即戦力として使えそうっていうような期待感を持ってもらえるかなと思って、うん、でも体験が浅かったらそれ意味ないので、自分自身が深い挫折失敗困難を感じたけど立ち上がってまたやり続けたっていう話の方が良いので、相当法人営業の演奏で言おうと思ってたんですけど頭飛んじゃって、はあ、でもじゃあ実際はじゃあ法人営業の話が一番そうですね深い。法人営業の方では、ざっくり言うと、その何もない中でその、マニュアルをなんかそのスクリプト1枚渡されただけ で、あとはなんかロールプレイング3回ぐらいで実践投入して、あとは自分で頑張ってねみたいな感じだったので、そこで、自分で本を読んで試行錯誤したりとかで、顧客に怒られたりしながら、いろんな、試行錯誤を積ん で最終的に3ヶ月目で売り上げ300万円ぐらいっていうことができた。それってエピソードでも1人のエピソードになっちゃうから、 あんまり良くない。だったらチーム取り組んだ話の方が良いし、うん、だったらそのスクリプトをとかフォーマット仕組み化ってところを他のチームメンバーにも共有して、チーム全体で売上利益が上がったって話に帰結するならいいけど、今の話だと1人で完結して1人で頑張った1人ですごいしょってなってくると、うん、エピソードとしては微妙、うん、なんか1人終わりだなって思って終わり×ですけど、はい、それがチームに貢献できるチーム組織っていう視点があるならばあるですね。はい、ということで今日の面接は以上になります。はい、では南さんの SNS とあと、はい、こちらですね、世界一面白くてお金になる経済講座発売しておりますので、ぜひ本屋さんで手に取っていただけたら嬉しいです。また概要欄に YouTube 貼ってあるので、はい、ぜひ見てください。よろしくお願いします。せーの、じゃあな。